今日はおうちハンバーグ、簡単なのに絶対に失敗しない方法があります。健康的なソースや副菜も作ります。ぜひ最後まで見てね。こちらのチャンネルではお野菜たっぷりの簡単料理たくさんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録してね。では作っていきましょう。まずは玉ねぎをみじん切りにします。そしてレンジで加熱していきます。こうやって耐熱容器に入れてだいたい3分から4分加熱してください。少しねしんなりして透明感が出れば大丈夫です。このまま粗熱を取っていきます。冷まします。合いびき肉は500なんですけど、ちょっとね今日は鶏肉のひき肉も、まあ、適当にね 100g ぐらい混ぜて全部で 500g にしてます。もちろんね合いびきだけでもいいですよ。そしてお塩を小さじ1、まずはお肉に混ぜ込みます。結構お塩しっかりめだけども、その分ねソースをねさっぱりさせたいと思います。卵を1個、玉ねぎを入れます。しっかりね粗熱を取ってから入れてくださいね。もうじゃんじゃん材料入れていきます。でハンバーグといえばナツメグをね入れることも多いんですが、私結構ねこのオレガノを入れるとね香りが爽やかになって好きなんですよ。ちょっとね小さじね3分の1ぐらい、まあ、好みでね入れます。もちろんねナツメグとかでもいいです。で混ぜます。ちょっとここからは手を使いますね。しっかりね混ぜていきます。全体が白っぽくね粘りが出るまで混ぜますよ。ここは素早く混ぜてください。あまりお肉の温度がね上がらないようにしてくださいね。そうそう、ひき肉はちゃんと冷蔵庫から出したばかりのものを使ってください。こうやって手の温度でどんどんね生温かくなっていきますからね。わーっと混ぜてグイグイグイ、わーっと混ぜグイグイグイ、だんだんね粘りが出てきました。こうやって掴んでえいえいえいってやってもね落ちないぐらいになれば大丈夫。 OK、 粘ってる。だいたいね 100g くらいで私は作ることが多いです。小さめです。そしてまん丸に作りますよ。空気を抜いて、ね、そしてちょっとね丸くします。こういう感じ。そしてまた100g、 まあだいたいでねいいんですけどね、まあ、一応今回はね分かりやすく測ってます。なぜ小さい丸いハンバーグがおすすめかというと、こうすることによってお子ちゃまは1個とかお父さんは2個とかね分けやすいんですよね家族で。あとお弁当に入れやすいんですよ。まん丸丸いとね空気を抜いてにりにりっとね丸くしていきます。ものすごくね面白いコツがあるので、ぜひね最後まで作り方ご覧くださいね。焼くときにね丸め直すんで、ざっくりとね空気を抜いて丸めて、そして冷やします。シンプルなトマトソースを作ります。ニンニクは1個から2個粗くみじん切りにします。年季が入った鍋ですが、ここにニンニクを入れます。まあ、ニンニクの量はね1かけでも2かけでも3かけでも、ちなみにニンニクは入れなくても大丈夫です。その日の気分です。この辺ね結構適当で大丈夫です。しっかりねニンニクにオイルをコーティングしてくださいね。弱火から中火でふつふつとするまでじっくりと炒めていきます。ふつふつとしてねいい香りが広がってきたら、ここでトマト缶を入れます。ちょっと今日はねホール缶使うので手で潰しながら入れますね。まあ、中でね木べらとかでねボンボン潰しても大丈夫です。ドボッと入っちゃった。こうやって潰します。でこういったトマトソースを煮込むときは結構ね跳ねやすいので、深めのねお鍋で作るのがおすすめです。ここで塩をねまずは一つまみで、このままねクツ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 、こうやってクツ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 という感じで煮ていきます。
ターメリックライスを作ろうと思ったらターメリックがなかった。結構使っちゃったんだね。ということでバターライスを作っていきます。バター 20g にコンソメをね小さじ2、栗原アルミさんのコンソメ使ってます。お米は現在3合分量の水を入れて30分ほど浸水させてあります。そこにコンソメで、お塩をね一つまみ、そしてバター 20g入りました。これでご飯を炊いていきます。たまに混ぜながら煮込みます。もうほんとトマトだけでねすごい美味しくなるんですよ。もしね周りにね飛び散りやすかったら軽く蓋してください。必ず開けといてくださいね。ぽってりしてます。甘さも出てきました。でもしね甘みが足りないなって方はねここでちょっとお砂糖とか蜂蜜とか入れてもいいんですが、これねしばらくするとね甘みがまた増してきます。置いとくとね。で味を見てちょっと塩をね一つまみ足します。はい、このままちょっとね置いて冷まします。このさっぱりしたねお味が肉肉しいハンバーグにね合うんですよね。付け合わせにキノコたちを炒めましょうか。フライパンを熱してオリーブオイルを結構多めにね大さじ2ぐらい入れます。キノコのね量にもよりますけどね、今日はもうフライパンいっぱい作るんで大さじ2か3でキノコを入れていきます。すごい量。キノコ類はね、2、3種類入れるとね、香りがね、相乗効果でさらに良くなるんですよね。栄養価も高まってます。で、全体に油を回す。油がね、足りなかったら、この時点で上からね、オリーブオイルをね、かけてください。結構オリーブオイル多めでいいです。そしてここに塩、一つまみ、ちょっとぐらい。キノコに合わせてお塩を入れます。で全体を絡めて中火の弱火ぐらいで、こっからはあまり触らずにじっくりとしんなりするのを待ちます。たまに返します。じわーっといってきました。たまに返す。ポンとでまたほったらかし。こうすることでねキノコにねところどころにね焼き目がつきますからね。みりんじとしいたけとしめじ3つ合わさると美味しい。うまっ。ところどころ焼き目がついてます。はい、じゃあこれでも火を消します。味付けは塩だけですが十分美味しいですよ。いろんなキノコのねエキスが交わるっていうか、うま、栄養価もね期待できますね。簡単なスープを作ります。これはもう冷蔵庫に中途半端に残ってたかぼちゃとニンニクじゃないや人参ね、玉ねぎですね。これをちょっとねお水でも入れて大さじ1、2のお水を入れて加熱します。柔らかくなるまで。はい、8分ほど加熱しました。うん、もう柔らかい。そしたらミキサーに入れていきます。大きいミキサー使ってもいいんだけど、これちっちゃいのねちょこちょこ私使います。ちなみにこうやって加熱して柔らかくした食材、今日はかぼちゃと人参、玉ねぎ冷凍しておいて、夏場なんかは冷凍のまんまミキサーに入れて牛乳、オリーブオイル、コンソメでガーって回すと冷たいねポタージュがあっという間にできますよ。子供が小さい時なんかはねこういうの小分け冷凍してましたね。すぐに作れるようにね。ここにね、牛乳とか豆乳とかもう適量入れる。入れた。そしてコンソメをねもうほんと気持ち入れて最後に味見して調節すればいいんです。お塩は後で入れようか。こういったねオリーブオイルをねちょっと入れるとね栄養素のね吸収も良くなりますからね。そしてガーしていきます。出来上がり。もうこれ何代目 ?3 代目です。こういったねバイタミックスとかをね使えばねさらにふわふわとろとろになります。おいしい。ちょっとお塩を一つまみ入れてもう一回ガーってしていきます。栄養たっぷり
冷やしてもいいし、温めてもいいですよ。冷蔵庫に入れておきます。ではハンバーグを焼いていきましょう。フライパンは熱々にしておきます。フライパンが熱々になったら、なんと火を消します。ここからが失敗しないポイント。ハンバーグを丸め直してフライパンに入れます。丸いとね、たくさん入るんですよね。そして中央を少しへこませます。ここで火をつけます。もともとフライパンが熱々だったので、待たずにすぐにジュージュー言い始めますよ。こうすることで最初に入れたハンバーグが焦げちゃうっていう心配もなくなり、落ち着いてハンバーグを丸め直すことができますよ。 2,3 分焼いて、そこがこんがりと焼き目がついたら返します。そして反対側も焼き目をつけます。ここにお水を 50cc から 100cc ぐらい、フライパンの大きさにもよるんだけど。そして風味付けにお酒を大さじ 1,2 杯入れます。ここでね、お湯はしっかりと沸騰させてください。そしたら蓋をします。蓋をしたら少し火を弱めてください。でもふつふつするぐらいの火加減は保ってください。あんまりシーンとすると仕上がりに勢いがなくなる気がします。このまま4分ほど蒸し焼きにします。4分経ったら蓋を取り、水分を飛ばします。串を刺して透明の肉汁が出れば完成です。まだ赤かったら蓋をして、もう少し弱火で焼いてください。火を消して2,3分放置して、余熱で肉汁を落ち着かせます。では仕上げていきましょう。焼いたキノコと蒸し焼きにしてあったブロッコリー。ブロッコリーは360万回再生されたこちらの動画を見てね。